家庭のチャーハンにはある特徴が。入ってないで出汁。高菜、ネギ、ハム、チャーシュー、卵の5種類の具を使った五目チャーハンになります。高菜、ハムとチャーシュー入れる？ね、ダブルな感じがしますね。もともと美味しく味付けをされているものを使うことによって失敗をせずに美味しく作ることができます。味付け大して入れない。美味しく作りたいなら具材はこう切れ。具材の切り方で8割方味が決まると思います。どんな目的でどう切るのか、ハテナにどのような言葉が入るのかな。この写真が結構ヒントです。パラパラになるために四角に切る。火の通りにムラが出ないよう大きさを揃えて切る。